ウルハレイト、歌舞伎町で3フロアをぶち抜く超大型店舗、ゴールドで支配人を務め、売上 V6、指名本数 V6 とゴールドを引っ張るナンバーワンホスト、イカれたアイドル集団の筆頭が登場。今回ゴールドの締め日営業に密着。そこには圧倒的な光景が待っていた。前回レイトのバースデーイベントに密着。仲間たちからのお祝いに次ぐお祝い、凄まじい盛り上がりになった。あの、潰れました。潰れたのね。マジで潰れました。今年初めて潰れました。普段結構回るんですけど、なんか自分の宅多すぎて全然ついてないと思ったとか。もうシャンパンもらったんでありがたです、うん、本日締め日なんですけど、はい、もうご予定は、はい、ご自身のコンディション的にはいかがですか？コンディション悪いです。悪いんですか？マジ肌ボロボロなんで、化粧落とさず寝ちゃって、何回か寝ちゃって、普通に、あと、今日2日目です。普通にミスったっす。昨日、従業員と僕んちで飲んで、飲みすぎました。そして、ゴールドの締め日営業の幕が上がった。そういう風に前行ってるから、もちろん今月内閣使ってもらうんですけど、こっちは変わんないかなって思いますね。だからそういうのが多分考え方が多分僕はトワイアゲメと共有できてるから、すごいチームに大事にしてる。自分にとっての重要な日は毎日、一日一日の価値が変わらないと語った。ではお客様と関わる上で心がけていることは何なのか。今までの関わった人物の中で、その女の子に対してとっての一番目指すのはすごい心がけてますね。自分の女の子だから、例えば雑に扱っていいとかは全くないんですよ。基本的になると結構横柄になる人もいるんですけど、それは絶対ならないです。基本的に自分の中でも相手にとっても変えられない存在に見えるのが自分が一番努力してるなと思って、それはすごい今年心がけてました。心がけています。何か与えるっていうのはもう本当にもうあらゆるものをすごいなと思って、かなり自分の中では相手がどういう人であるかは深い部分まで分かってあげれるようになりました。グループゴールドから緊急速報。歌舞伎町の歴史上初、日当2万円の支給。他にも様々なメリットが。あなたからのご連絡をお待ちしています。ゴールド店内、多くのお客様が来店し、キャストたちも含め楽しそうな空間が広がっている。そうだよ、はい、どうも、最近の職場、はい、おめでとうございます。はい、皆様、東京ジャパンありがとうございます。優しい人にはお金使いたいなんて思わないのはそうですし、ただただ優しくしてるだけだったら、こんなね、高いシャンパンなんて出ないと思ってるんで、もうちょっとホストホストしてもいいのかなって思います、自分的にも。そして姫のことをもっと頼って、甘えちゃうところもあるかもしれないですけど、今現状英子さんがナンバーワンなんですけど、英子さんを
倒せるぐらいまでには頑張るんで、ついてきてください。せーの、イエーイ、よいしょ、ナオトとトチラ、ベースアトルでコーソルトクシー、ナオトとトチラ、エアトルでバイロジー。姫様ありがとうございます。今日締め日でこんな高額使ってもらって本当に嬉しいし、今日本当にありがとうございます。よいしょ、よいしょ、はい、シャマリー、はい、トルベ、トルベ、そうだけ100万オーバー、オーケーシャマー、オーディー、アマロ、エンゼル、モーコ、いいことしよう。一人一人の熱量も凄まじい。自分のことをもっと頼ってほしい。ここからもお客様とキャストの絆を深く感じることができる。キャストがお客様を支えるように、お客様もまたキャストを、ゴールドを支えている。次回締め日営業もフィナーレを迎える。レイトが超超高額オーダーを入れる。その次元が違う光景を刮目せよ。